八甲ユニバースへようこそ、ユミですこのチャンネルでは八甲、犬、星についてお話しします今日は流星羽と日本の古文書についてお話ししたいと思いますどうぞご覧ください今年の8月12日から13日にかけてペルセウス座流星群を見ましたキラキラ輝く光が長い尾を引いて飛んでいく様は素晴らしかったですこの流星群は 水星 109P スイフトタットルの破片が大気圏に突入して発光したものです1865年にイタリア人の天文学者ジョバンニ・スキャパレリが 109P スイフトタットルが流星群の母体であることを発見しました私たちは流星が起きる仕組みが分かっているのでこの現象を見て楽しんでいますが古代の人にとっては恐ろしいことでした 1195年に書かれた日本の古代の歴史書「水鏡」には流星雨のことが次のように書かれています水仁天皇の御代の8月に星が雨のように降りました恐ろしい出来事でしたこれはグレゴリオ歴の紀元前15年の9月か10月にあたります水鏡には神武天皇から54代の人明天皇までのことが記されています その半分ほどは神話です物語は73歳の2層が奈良の長谷寺に参詣して止まった折に見た不思議な夢として書かれています夢の中に修験者が現れて太古の歴史を語ったということですこの古文書の記述の信憑性については疑問が挙げられていますでも作者は流星雲については実際に知っていたと思われるのです前書きには 古を褒め今をそしるべきにあらずとあります千年近く昔の作者が現代の不安な状態を悲しむあまり古代は良かったであろうと思うべきではないと悟しているのです意味深い言葉ですね私は時を越えてこの作者の思いが伝わってきた気がしましたご視聴ありがとうございました